逃げ出したい夜の往来、行方はまだ未だ不明。回り回って虚しくって困っちゃった、ワンワンワン。失ったつもりもないが、何か足りない気分。ちょっと変に、ハイになって、ふかし込んだ四輪車。兄弟よ、どうかしよう。もう何も考えないよ。銀河系の外れとさようなら。真実も道徳も動作しない行かれた夜でも。僕ら手を叩いて笑い合う。誰にも知られないまま。たった一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう二人で。くたばるまで。そして幸運を、僕らに祈りを。まだ行こう。誰も追いつけないくらいのスピードで。稲妻のように生きていたいだけ。お前はどうしたい？返事はいらない。転がした車窓と情景、動機は未だ不明。邪魔臭くて、イラついて、迷い込んだ、にゃんにゃんにゃん。ここいらで落とした財布、誰か見ませんでした？バカみたいに、ついてないね。茶化してくれ、ハイウェイスター。よう、相棒。もう一丁。漫画みたいな喧嘩しようよ。シャレになんないくらいのやつをお試しで。正論と暴論の分類さえできやしない。街を、抜け出して互いに笑い合う。目指すのはメロウなエンディング。それは心臓を刹那に揺らすもの。追いかけた途端に見失っちゃうの。きっと永遠がどっかにあるんだと。あさってを探し回るのも悪くはないでしょう。お前がどっかに消えた朝より、こんな夜の方がまだマシさ。肺に睡蓮、遠くのサイレン、響き合う境界線、愛し合うように喧嘩しようぜ。の、やるせなさ引っ提げて、肺に睡蓮、遠くのサイレン、響き合う境界線、愛し合うように喧嘩しようぜ。やるせなさ引っ提げて。たった一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう二人で。くたばるまで。そして幸運を、僕らに祈りを。まだ行こう。誰も追いつけないくらいのスピードで。それは心臓を刹那に揺らすもの。追いかけた途端に見失っちゃうの。きっと永遠がどっかにあるんだと。あさってを探し回るのも悪くはないでしょう。稲妻のように生きていたいだけ。お前はどうしたい？返事はいらない。はい、ちょっとやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、多分もう何回か噛んだんですけどね。ちょっとご勘弁ください。一発撮りでやってみました。まあ、これ一発撮りする必要もないんですけど、練習しろって話なんですけど、まあ、ちょっと初めてやってみました。どうですかね。普段はその僕はもうギター弾いてやったりとか、まあ、みんなだったら曲を聴くとか、ミュージックビデオ見るとかいう形でこの曲をその取り入れてると思うんですけど、もう曲なし、歌詞だけ詞だけで、聴くのってあんまりない機会なんじゃないかなと思うので、改めてここで歌詞の意味とか、そのどういうふうなものなんだろうっていうのを改めて考えるきっかけにできたんじゃないのかなと僕は個人的に思います。よければね、この曲以外の他の曲もいっぱいあるんで、この歌詞にね、米津玄師さんが書いた歌詞ですから、素晴らしいのは当然なんですけども、もう一回ね、そのフォーカスを当てて読んでみるのもいいんじゃないのかなと思います。ぜひね、次はこの曲やってほしいみたいなリクエストがもしあれば、コメント欄に書いてください。まだね、そんなにコメントつかないと思うんで、積極的にその曲を採用してね、次回の動画でやっていこうと思うので、ぜひぜひね、よろしくお願いします。まあ、今のところ次の曲決めてないですけど、多分僕が大好きな曲になるかなと思います。まあ、気分で決めるので、まだ明言はできませんが。はい、じゃあ、今日は、米津玄師さんの、感電という曲を、朗読してみました。曲は一切ないです。詞だけです。はい、やってみました。よかったらね、ぜひね、いいねボタンと、あとね、下の方から赤いボタン、チャンネル登録ボタンを押していただいて、その上でそのベルマークのボタンあると思うんで、押していただけたら嬉しいです。じゃあまた、次回の、朗読動画、もしくは別の動画、わからないですけど、お会いしましょう。さよなら。